ジャガー SS100 は1935年から1940年までイギリスコベントリーに本拠を置いたイスエスカーズが生産した2座席のスポーツカーである。当時としては比較的廉価ながら上位の高級車にも劣らない高性能を達成し単なる高知ワークメーカーと見られていた同社への評価を一躍高めた記念碑的製品となった。 第二次世界大戦後の解消で社名にもなったジャガーのブランドネームを SS カーズの製品では初めて同時期に発売されたジャガーマークホーと共に社名に用いたことでも重要なモデルである。同社創業者ウィリアム・ライオンズのデザインによる大型ヘッドライトと優雅なフェンダーラインを特徴とするボディはこの時代の英国製スポーツカーの中でも最も美しいものの一つとして 広く認められている。シャシーは同時期のジャガーマーク4のホイールベースを 2640mm に短縮したもので、先代の SS90 ともほぼ共通の前後ともハンダインリーフの固定軸という古典的な設計であった。エンジンはコストを抑えながら高性能を確保するため、それ以前から SS 車に搭載されてきたスタンダードの量産乗用車用。 直列6気筒サイドバルブエンジンをベースに、ウィリアム・ヘインズとハリー・ウェスレイクが専用のオフ、シリンダーヘッドを開発し、ボアファイ 73.0mm ストローク 106mm の 2664cc に拡大、さらに SU 製、ツインキャブレターを装着してチューンされたものが、スタンダードへの委託で生産、搭載された。この結果最高出力は、 一約 100HP を超える 102HP、4600RPM となった。対する車両重量は 990kg に抑えられた。英国の自動車雑誌、ザ・オートーカーが1937年に行った、この2のロードテストでは、最高速度時速 153km、0から60マイル加速13.5秒を記録、当時の新車価格ポンドに対して、 十分以上の高性能を示したが、社名の元となったメーカー公表値の時速 160km にはわずかに届かなかった。そのため1938年には 3485cc125 馬力の3が価格445ポンドで追加され、最高速度時速 163km0 から60マイル加速10.4秒をマーク、文字通り、 SS100 にふさわしい高性能車となり、SS 車について回った、スタイルだけの車という悪評を払拭した。クーペモデルも1台が決作され、価格は595ポンドとされたが、シリーズ生産には至らなかった。このクーペモデルは、第二次世界大戦後のジャガー XK120 のクーペモデルのデザインモチーフの原型となっている。また、何台かは、ベアシャシーで販売され、 外部のコーチビルダーが特注ボディを仮装した。SS100 は第二次世界大戦の勃発もあって生産台数は少なかった。2が198台、3が116台の計314台が生産されたに過ぎず良い状態の現存者は今日10万ポンド以上の高値で取引されている。レプリカモデルも多く作られたが特に有名なのは1970年代に 当時のジャガー社のエンジンを用いて作られたパンサー J72 である。著名人では俳優の夏木陽介が現在も所有していることで知られる。ありがとうございます。